はい。皆さん、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ドドドドドドン。はい。嵐のやつです。皆さん <laughs>、ちょっと、右左行ってる間にも何言ってるかわかんなくなっちゃいました。嵐のミュージックビデオ収納、えー、ブルーレイを見させていただきながらですね、私が、ああでもない、こうでもないとお話をしていく動画、あっという間に皆さん、今日で20分 本本目にになりりまましたた当にねずっとと見ていただいていいいだありがとうございます全部で72トラックあるやつの20ままで来ましたはいこれでだから20日間かかるわけですから毎日やらせていただいてもう3週間ぐらい経つわけですけどこれだけ来てもまだ50以上あるっていうね、えー、長い長いですよ本当に全部やってったらねもうちらほら皆さんコメントの中でもこれ結局全部やるんじゃないかなみたいに。 えー、書いてくれてる方もいますけどとてもとてもね全部をやってきますよとこうね大きく旗を立てては走れないですけども、えー、皆さんの投票のおかげでですね、えー、皆さんおすすめのやつから順番に見させていただいて今日で20本目、えー、昨日「愛を叫べ」という楽曲を見させていただきましたけれどもここからはね、えー、投票数がトータル5票のものな昨日のやつはね「愛を叫べ」も5票のチームだったんですけど1個増えて昨日6票だったんですけども今日の20本目からですね5票を 5票中,中じゃない五票の者たちが1234567今んところ7曲あるんですここにねはいそしてその中の1曲を今日は「迷宮ラブソング」という曲を言ってみたいと思うんですけどもかまゆきさんええー「西雅さんまたリクエストお願いします」ということで「迷宮ラブソングです大野くんのソロ生まれる前からが美しすぎます」これもね私もありがたいことにね、えー、いろんな楽曲を聴かせていただいて。 迷宮ラブソングは結構ね知ってるんですよねあっちこっちのライブでも見てますもんねだから「この生まれる前からが美しすぎます」って書いてくれてるここが「生まれる前から」ですよねここが出てくるっていうのは私はちょっとこれねメロディーメロディーや歌詞だけ見て出てきたのは私これ嬉しかったんですけどそこにね皆さんこうたくさんねコメントいただく中に。 神さん今回の、ね、コメントに対して皆さんがコメントをこうねまた返してるというのを私ちゃんと全部見させていただいておりますけどここの中でもね、えー、久しぶり富窪さんも書いてますね「嵐520」でも解説されてますよと、えー、全ての動画を見てくれてるかまきさんのお願いならもちろん何度でも解説してくれると思いますよとはいそういう風に書いてくれたりもしてます、えー、そしてさらにねゴンタユミさん「私も最近メイキュラブソングリクエストしましたと」と このミュージックビデオ見た,見たことなくてこんなに可愛く面白いやつだと思ってなくてと、えー、なんかこういうやり取りを皆さんがねいろんなコメントに対してこうやってくれたりなんかしてですね非常に私もそこを見ながら嬉しかったりするんですけれどもということで、えー、こんな風に皆さんが書いてくれた Make Love Song これから見させていたあえっ、ー、とねトラック数は、えー、1枚目のブルーレイディスクのですね4 0 ちょうどか、メイキューラブソングね。ですので、これをね、見ていきたいと思います。それでは行きましょう。もうこれは。どんなミュージックビデオか見たことないですけど、曲はね、何度も聞いてますので。おなじみです。それでは行きましょう。メイキューラブソング再生。ポン。さあ、キュルキュルいつものように言って、画面が今暗くなって始まります。 チちちちちちあッフッパズルであその映像が今ジグソーパズルの絵だったやつがしっかりスタジオの中に同じセットが組まれてででどでかいサイコロ振って桜井くんが出てきて大野くんも。 青野くんが出てきて二宮くんちょっと髪長い桜井くんは今グッドマークを出して「て生まれる」そここでね前から知っていたようなあとでこれ青野くんソロがあるんですよねここは安らく君と二宮くん髪の毛長いですよ今回であったさあでっかいサ,サイコロを相葉くんが振った性格も趣味も難しいメロディーまるで違っていたけど青野くん綺麗に髪の毛流れてます 複素直なような景観、眩しいあサイコロ振って、<laughs> イントロでしょうかサイコロ振って、サイコロ振ってスゴロクみたいになったんだ。はい自転車をみんな混んで聞いても一人だけ相葉君三輪車みたいに乗ってきたよ。おおないかもう鍵をその手に握らせてるよ桜木君。たとえ松潤 誰かが君を惑わせ迷宮にま相葉君綺麗な顔桜君も僕がきっとさあまたみんなで <laughs> 振り出しに戻るじゃないかんか変な場所に行っちゃったのかなみんななんか骸骨の人出てきた「薄く <laughs> パズルを松潤とこうチャンバラして汗でゆく」綺 <laughs> 麗なピースピースと笑顔 なれやく君よ「僕は知ってるから」「エスケープ」って書いてますよ。さあ今度はみんな走りながら横から桜井くんが座ったソファーが動いてきた僕らも松上低音きれい平気な顔して相葉くん人波紛れ優しい声ですね。潜めてた さあ二宮くん髪長いよ。「不安な夜を二人いくつも明かしてまたみんな変なマスルス来きちゃったよ」って小野くん「あ一回休みここで一回休み」ここ休み「あ小野くんあの可愛い,いあらなんて可愛い,い顔するんでしょうか」「どんなに遠く離れてても、まあ、ずっとあれ,か,あれか,いか,いかぶったまんま犬の格好をしてます小野くん」。 ふしつながってる僕ら理由も約束もないおおすごい投げ方などこかで君はつまずきみんなまっすぐで悔しさに耐えてるなら桜井く大の字に寝て二が出てまたみんな頭を抱えてにぎろーあ、スクワットって書いてあるのか,か5人がスクワットしながら 消して見失わないよ綺麗な半音どんな時でもみんな一緒に座って何かを飲んでます。重くは見てるからさあ一周回ってきたかな青く光る無数のピースだからこれ最初ジクソパズルだったんだ君よ二の。 描いてく二ののマスあれ五人とも二のになったよでも一人だけあの王の子の叫つけてたささ王の子生まれる前から知っていたよいいねーーさあみんなでなんか指をさしてみます Always with you たとえば誰かが君を惑わせ後ろかっこいいえい急にまただだだだだだだかっこいいね 僕がきっとその手を強く引くよここライブの時に、ね、キャーってなるとこ未来に続くパズルを桜がウィード出た一つずつ合わせてゆく誰よりずっと輝く君を僕は知ってるからいいね、楽曲そして今真ん中に きましたみんなが「イエーイ!」とゴールしたぜちょっと早送りになってる「ダカダカあおのくまたちょっとあれつけて前に出てきてさあ最後くす玉をパンと割るキラキラが下に出てくるみんなで手をたたいて「やったーゴールした」っていうののスタジオの映画また軸装パズルになってぼやんとピントがずれて終わりました。 こういう感じなんだ先ほどねゴンタイミさんが書いてくれたこういうミュージックビデオだと知らなくて見ててと私も今知らずに見ましたけども、はあ、いやこれはねあの釜萢さん言ってたねやっぱ大野君のあのソロの部分やっぱ大野君の良さをちょっと語らないといけないと思うんですけどあのソロになってちょっと待って今スクワットのとこからもう一回。 このメロディーね「ね「くは見てるから」このあとですよね大野くんのソロ「く今まだ二人ねあ大野くんと桜井くん二宮くん歌って「ピース君を描いてく」二のあ二の五人になっちゃったこのあとね 「生まれる前からあうう、はい」「よよななていたようなおの音の丸さ」「生まれる前から」この「生まれる」の伸びた終わるところ「前から」の「なの終わるところにほわほわっと軽いビブラートが入るんですけど。 ここ絶妙ですねあんまり強くなりすぎるとまあね聞き方によっちゃちょっとこうねおっきすぎて主張が強すぎちゃったりする主張がね主張うまく言えない主張がです何 <laughs> か言うねになりすぎちゃうんだけどもこの強くなりすぎないけれどもまっすぐ伸ばしてフッと切れるよりはちょっとこうねおまけがついて心地いいみたいのが。 その出てくるタイミングとそのビブラートの幅みたいのこれがねね絶妙だと思うんですよ、ね、ここはだから特別高いフレーズでもないし目立つメロディーではないと思うんですけどこれをねなんかあいいなと聞かせてしまう大野くんのねやっぱり歌唱力というかやっぱ声の響きでしょうねそれからそのビブラートの絶妙さちょっともう一回そのフレーズいっちゃおうかな二宮くん5人並んだとこからもう一回。 生まれる「からあ知っていたような」ちょっとね軽く笑顔を見せながら「ような」のとこ「知ってい」この「知っていた」って歌詞だけで言うと「知っていたような」ですけど音を聞くと「知知っていた」の「し」よりも「し」って「し」で伸ばした母音の「い」の音の方が「 強く響いて出てると思うんですけど、このイノオトの響きも綺麗なんですよね。うん。だから皆さんもしこれカラオケで歌うとしたら、今言ったみたいに、死んでいたって死よりもイをちっちゃく歌わずに逆、死の音はちっちゃめで歌ってイノオト、死んでいたような、うん。って歌ってあげるとこのオノク何定かに近づけると思うんですけども、でここのフレーズもそうなんですけど、死んていたような。 これ裏側というふうに言います。いろんな曲で出てきますけど、この名曲ラブソングという曲はね、あのライブで見た時もね、結構言ってるかもしれないですけど、裏側なんですよ。ずっと1、2、3、たとえば誰かが君にただたて泣いてる。わかります？はい、もうて歌詞適当に言ってるんで、わかりにくいかもしれないですけど、全部ね入るサビのタイミングが。 1234って取るとこれが表表表っていう風に取っていくんですけど123「たとえば」ってこれ全部裏側なの分かりますこっちで叩くのが表だから表に合わすと「たとえば誰かが」とやると表になりますけど23「たとえば」だ。 ここも裏「めいきゅうにタタラッタラたラとこういうふうにねずっとなってるサビのところが。だから何かこうね跳ねてるようなっていうんですかねちょっとキレのあるようなリズムに聞こえるのはそういう理由だと思うんですよね。 なのでこれやっぱり歌歌ううう方ははこれを無視して歌うわけにいいいかないというねやっぱりこう表と裏というのはしっかりリズムが取れてた方がかっこいいですからでこれがまあ5人が歌う時にも当然ね意識をしてると思いますので,でここがねパン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 って全部綺麗に裏っかのリズムがはまって歌えるとかっこいいんですけれどもこれは多分ライブとかでもね綺麗にはまってるんじゃないのかね。うん、なので皆さん歌う時にも「タタレタラレタ」 もうずーっと。でもしこの裏だけで取るのが難しかったらこのね頭のうんっていう表のところで123下123下, 1, 2, 3, 下でもしこの裏だけで取るのが難しかったらこのね頭のうんっていう表のところで1 2この ダラララの時にねで声には出さないけど「誰誰かが君を」の「だ」の前にっていうね、うん「音は出さないけどっていう音が一回入ると「ーとーまあ、例えばのた」と「た」もそうですね「た」と「え」の間もそうですけど「た」と「え」だけど「た」と「え」「た」の前に「うん、っていう空白の音を入れることによって「た」と「」 ピョンとこう跳ねたような出し方それが「ん」がないと「例とえば」これでもいいんですけどより裏側感を出そうと思ったらたったった「だとえば誰かうたちょっとなんかキレが良くなった感じがするんじゃないですかねその方がね。なので多分嵐の5人は歌ってる時に「だと」じゃなく「だと」「ん」っていう音が入ってるような。 気もします非常に細かいところでね流れで聞くと一瞬の話ですけれどもそういう細かいところのアクセントがしっかり裏っ側に乗ってることによってこの曲のこうね良さがより出てるんじゃないかなと思いますのでまあ映像はすごいね温、えー、かい感じとか楽しそうな感じで映像も非常に楽しめましたけれどもやっぱり歌い方であったりとかそんなねリズムの取り方はちょっとね この曲は裏側はやっぱり無視しちゃいけないと思いますのでちょっとそんなこともね、えー、皆さんも頭の中に知識として入ってたりするとより曲が楽しめるんじゃないかなということと大野くんのねソロのフレーズもやっぱりおいしいとこがたくさんありましたということをご紹介させていただきながら今回も今日は終わっていきたいと思います。えー、皆さん最後まで今回もご視聴頂きまして誠にありがとうございました。